ご来場のお客様にお願い申し上げます。自動発売機払い戻し機をご利用の際には、投票券および現金のお取り忘れのないようお気をつけくださいませ。ご来場のお客様にお知らせいたします。本日第11レース第65回桜花賞終了後、スタンド前におきまして表彰式を行います。皆様、第11レース終了後はどうぞスタンド前にお集まりくださいませ。
第11レース重賞農林水産大臣賞典グランダムジャパン2019第65回桜花賞 S1 距離1600メートルの出走馬をご紹介いたします。1番ダバイダバイ、馬体重407キロ増減なし、山本俊樹騎手54キロ。2番当選ガーネット455キロマイナス2、酒井誠二騎手54キロ。3番奈良410キロマイナス10、筒井雄介騎手54キロ。4番宝生レイル485キロマイナス9、三鴨本紀文騎手54キロ。5番ゼットパッション503キロマイナス3、山崎誠二騎手54キロ。6番ケンガイア457キロマイナス1、笹川翼騎手54キロ。7番マルパソ485キロ増減なし、町田直樹騎手54キロ。8番ポットギル442キロマイナス1、矢野孝之騎手54キロ。9番ラブミーピンク422キロマイナス3、西啓太騎手54キロ。10番アークビグラス446キロプラス10、滝川樹木屋騎手54キロ。11番マーチャンスルー434キロマイナス6、森タイト騎手54キロ。以上11頭です。